はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。昨日、まあ、今日ですね、今日上げた動画を見てくださった方ありがとうございました。今日上げた動画はね、高校野球が昨日から始まったということで、まあ、それについてね、ちょっと、まあ、ラジオ感覚、まあ、本当に僕のただの雑談おしゃべり動画にはなったんですけど、まあ、本当にね、見てくださってコメントしてくださった方もいてね、本当に感謝しております。今後ともね、こういう、まあ、ラジオ的なやつをね、毎日投稿できたらなと、まあ、撮りやすいんでね、撮りやすいし編集もしやすいので、まあ、本音を言うとね、そうなので、まあ、これからね、まあ、1日1本上げていけたらなと思っております。なんでね、もし皆さん何か話してほしい話題等々あればコメント欄に書いていただけるとありがたいです。本当ね、いつもコメントしてくださった方、してくださる方、ありがとうございます。でね、今回はね、まあ、今回はねっていうか今日はね、いつも見てくださった方わかるんですけど、まあ、いつも上げてる動画がね、出してなくて本当すいません。まあ本当毎日ね、何かしら予定があるような日々を過ごしてしまってるので、ため撮りできればね、なんとかできるってことはできるんですけど、なかなかね、途切れてしまったりする部分があって、本当に申し訳ないなとは思うんですけど、まあ、明日からもね、なんとかまた上げていきたいと思ってるんで、楽しみにしてくださってる方、本当申し訳ないですが、ね、明日楽しみにしていただけるとありがたいです。ね、でも本当に思いますよね、YouTuber っていうのかな、これを YouTuber と呼べるのかっていうと、疑問ですけども、まあね、ゲーム実況者さんっていうのはたくさんいらっしゃいますけど、本当皆さんコンスタントにね、動画投稿されていて、どうしたらあんなできるんだろうねっていうのはすごく疑問に思いますね、個人的に。皆さんおそらくお仕事されてる方もほとんどでしょうし、まあ、学生さんで言えばね、毎日予定があったりとか、学業もありますし、なかなか難しい中、皆さんすごいなと。おそらく寝る時間等々を削りながらね、やっていて、見習わないとなって、尊敬しないとなとは思うんですけど、難しいね。本当に毎日がもう少し時間が長ければいいななんて思うんですけど、まあそれはいいとして、まあ、今回は今日はね、本当用事があって高校野球は見れてないんで、まあプロ野球について少し話していけたらなと思います。まあそろそろね、開幕が近づいてきて、まあ25日土曜日かな、金曜日かな、22が火曜日、23が水曜日、24が木曜日。そうだね、金曜日から開幕ということで、まあ、プロ野球ファンの皆さんは、ね、もう本当に早く始まってくれないかなっていう期待感でね、まあ、ちょっとね、賭博問題等々、まあ、お金に絡むね、話、まあ、野球選手というかね、野球ファンからするとちょっと悲しいですけども、パ・リーグはね、まだ分からない。もう決まったのかな、まあ、セ・リーグはね、予定通り開幕ってことは決まったみたいな、ちょっとね、僕的にも、ホッとはしてるんですけど、まあね、本当にそれを払拭するぐらいのいいシーズンにしていただけたらなと、本当一プロ野球ファンとして思います。でね、まあ僕自体は阪神ファンで、まあいい話とすればね、オープン戦は今1位なのかな、おそらくオープン戦の順位では、まあオープン戦でね、1位になったところでって感じはありますけども、嬉しい誤算だったかなと自分的には思います。まあね、阪神、まあ本当にね、毎年優勝してくれればすごく自分的な気分がいいんですけどね、なかなか2005年から優勝は遠ざかって、まあ2014年には日本シリーズには行きましたけど、まあね、下克上って言葉はいいですけど、まあ結局こう敗者復活戦みたいな感じなので、なんかこう気分爽快とはいかないんですよね。できれば完全優勝して日本シリーズに行っていただきたいな、今年はと思うんですけど、まあ今年はね、本当に、まあ、横田選手と高山選手がもうほぼレギュラー確定っていう記事を見て、まあセンター横田選手、まあライトが多分福留選手だと思うんですけど、で、レフトが高山選手という形になるんじゃないかなとは思いますけど、すごいよね。本当に20歳と22歳。まあ今年高山選手は23歳になる年なのかな。ね、横田選手にしては僕よりも2歳も3歳も年下なのに、あんだけね、足もある、バッティングもいい。ね、守備云々はまあ、まだまだね、経験があるかもしれませんが、悪い感じはしないですしね。高山選手についても、足も速い、ね、高打もある。いや、本当に、頼もしい。ね、あそこら辺が1、2とかを担ってくれると、すごく楽しいですよね。足も速いし、かき回せる。どっちも左バッターですしね。いろんなできる1、2番になってくれたりとか、まあ、横田選手がもう少し長打力を上げて3番あたりに座っていただけると。
面白いのかな、これからの阪神。まあいい若手が育ちつつあるっていうのはすごく嬉しいですね。本当に横田選手、糸井選手みたいなね、柳田選手みたいな選手になっていただけたらなと思います。まああと、ちょっとびっくりしたのはね、巨人で阿部選手と岡本選手が二軍行きっていうことで、まあ岡本選手はね、オープン戦あんまり調子が良くなかったっていう部分はあったとは思うんですけど、一軍に置いててもよかったのかなっていう、個人的にはねすごくファンなので頑張ってほしいな、今年こそ何かやってくれるんじゃないかっていう期待感はあったんですけど、まあ高橋由伸監督は総合的に見たってことを言ってて、阿部ちゃんは体調が良くないみたいな記事があったんですけどね、キャッチャーは阿部ちゃんでしょうって思ってたんですけどね、まあその情熱大陸かななんかで阿部ちゃんのやつを見て、誰かの先輩の選手に35になったら急に来るよみたいな、あの調子がうんぬんの前にこう年取ったなって思うというか、まあ、成績についてすごく悪くなるって表現おかしいですけど、難しくなってくるってことを言われてたみたいっていうことを情熱大陸で見て、あそうなんだ、でも2000ね、本当に34歳まではバリバリ打ってたので、まあ阿部ちゃんに限ってって思ったんですけど、本当に35歳の年に急に来ましたよね。まあ、プロ野球は本当に35歳を超えても活躍できるっていうのはね、本当に数パーセントね、本当にレギュラー取るのが数パーセントですけど、まあ、その中でどんだけすごい選手でも年には勝てないというかね、あの世界プロ野球っていう世界が難しいんだなっていうことを改めてね、本当に阿部ちゃん以上のバッターいないんじゃないかっていう時期もありましたからね。まああんな形で終わる選手ではないと思うので、シーズン中にはすごいいい感じで復帰してくれると思うんで、まあ、敵チーム本当にライバルではありますけどね、まあ、個人的には好きな選手なので頑張っていただきたいなと思います。皆さんどこファンですかね、まあ、僕は本当に阪神ファンなんですけど、本当に12球団皆さんファンがいるんだなと、コメントを見ててもここは優勝してほしい、あそこが優勝してほしいっていうのをよく聞くので、やっぱりプロ野球面白いなと改めて思うんですけど、でね、まあ昨日上げた動画でコメントに一人がね、いいコーナーですってことを言っていただけてありがたいなと、本当に、まあ、これはね本当に言い方悪いですけど撮りやすいので、パッと撮ってパッと編集できるのですごくありがたいんですけど、まあこれをね毎日続けていけたらなと思っております。でもう一人の方がね、木更木総合の早川選手が一つ上ってことで、同じ学校なのかな、木更木総合の子なのかなってことは、高校生一つ上、まあ一つその子は一つ下、後輩としてすごく鼻が高いっていうコメントがあって、すごいね、木更木総合の人がこうやって僕の動画を見てくれてるっていうだけで、僕はすごく、僕こそ鼻が高いんですか、鼻が高いってのはいいかどうかしいな、すごく僕的には嬉しいんですけどね、僕の身内にね、なんかすごい選手がいるかって聞かれたら、同じ先輩というかね、同じ中学校で野球をしてた吉見選手とね、話せたっていうのが自分にとってはすごくいい思い出ですね。あれがまあ、あれよりも前にプロ野球は好きやったんですけど、あれきっかけでさらにこうプロ野球が好きになったかなと。ね。まあ、身内では全然ないですし、知り合いでも全然ないんです。すごい大先輩なんですけど、そうやってね、同じ中学校から、ね、そんなすごい選手が出てるんだなと思うと、ね、すごいなと思います。僕もね、何かしらできたらいいかなと思うんですけど、特別ね、何かが得意ってわけじゃないんで、まあ少しでもね、こうやって話せて皆さんに楽しんでいただけたらなと、暇な時間をね、暇つぶしになっていただけたらなと思って始めたんですけど、まあここまでね、あと、どうだろう、10日、ちょうど10日、11日ぐらいで丸1年を迎えるんですけど、本当皆さんのね、コメント等々応援のおかげで、ここまで続けてこれて、まあこれからもね、別に辞めるつもりもないですし、時間のある限りやっていけたらなと思っております。あとは、まあコメント、というか企画について、まあ、最近よく企画のねやつもリクエストも最近よくもらっていて、まあ阪神ファンっていう、僕が阪神ファンって言ってることなのか、それとも見てる方が阪神ファンが多いのかなっていう、まあどっちにも捉えれるんですけど、まあ、鳥谷選手のやつをやってほしいとか、
高山選手のやつをやってほしいっていうコメントをよくいただいて、鳥谷選手はよく聞きますね、本当によく聞きますって偉そうなんですね。よくリクエストをいただいてて、そのすごくやりたいんですよね、鳥谷選手。どういう形でやった方が面白いですかね。本当企画を考えるときはすごく楽しいんですけどね。まあ正直な話、2016がプロスピ2016が出ないとなると、どうしてもね、同じような動画になってしまうというか、編集云々で帰れないっていうのが野球の面白さですし、いいとこだけ、いい場面だけを削ってみたいなことはどうしても生声の実況じゃ難しい部分があって、どうしたらいいんだろうなっていうのはすごく悩みどころではあるんですけどね。ピッチャーもバッターも話は違えど画面は変わらないんですよね。なるべくね、同じような話はしないようにっていうのは心がけてるんですけど、まあ、自分の動画がね1000本以上超えたっていうことで被るような話もありますしね。まあ、日々こうあることをプロ野球でもね日々動いてくれるんですけどね、同じような話をしてしまってるんだろうなっていう気はするんですけど、画面が変わらないっていうのが難しいですよね、このプロスピ2016の実況ね。パワープロは出てくれるんですけど、個人的にはプロスピの方がファンなので出てほしかったかなっていう気持ちは拭えないんですけど、まあ、何かしらね考えてやっていけたらなと思っております。皆さんもね、もし何かあれば、こんなんがいいんじゃないっていうコメントがあれば言っていただけるとすんごく嬉しいです。参考にしたいなと思ってるので、本当に遠慮なく書いていただけたらなと。まあ皆さん本当に思ったことを書いてくださる方が多いので、すごく、自分の身になるというかありがたいなと思っております。まあちょっとね、自分ごとにはなったんですけど、まあ最後に、そうだね、まあギブソンの企画でも話したんですけど、プロ野球の順位予想でもしておきましょうか。まあね、見てくださってる方は知ってると思うんですけど、まあセリーグはね、まあバーッとこうオープン戦等々を見た感じ、まあ戦力云々のことも考えても、おそらく1位はヤクルトが来るんじゃないかなと。まあ間違いなく混戦にはなるのかなと思いますけど、1位ヤクルトかなっていう気分ではありますね。打線にしてもピッチャーにしても強いんじゃないかな。ね、ちょっと山田くんがオープン戦あんまり打ててないっていうのがすごく気になるんですけど、まあなんとか、彼ならなんとかね、本当に1年で終わった選手じゃないです。2年生があんな時、本当にね、歴史に名を残すっていうのはああいうことなんだろうなって改めて思うんですけど、ね、確実に、調子を上げてくるでしょうし、まあね、彼にとっては調整の一環であるでしょうから、何かしらで、ね、すぐシーズンになったら急に打ち始めるんじゃないかなって、あまり心配はしてないんですが、ね、頑張ってほしいなという、まあ、ピッチャー陣にしても、バーネット、ロマンあたりは解雇になり、解雇というか自由契約、バーネットに関してはメジャーに行ったのかな、まあ、あまり、ね、全てに把握をしてるわけじゃないんですけど、まあ、そこら辺のね、まあ、外人ピッチャーの、まあ、3、まあ、本当にね、ROB やったっけ ?ROB だったっけ、まあ、JFK みたいな感じではありましたけど、まあ、あの辺が、あの二人がいなくなったっていうのは痛いかもしれませんがね、秋吉選手等々いらっしゃるので、まあ、どうにかこうにかなるんじゃないかなと。まあ、ヤクルトのオープン戦の調子はあんまり良くないですけど、上に上がってくるんじゃないかなって、個人的には思っております。で、2位はね、まあ、僕、ベイスターズを押してたんですけど、あまりにもオープン戦の調子が悪いよね。戦力的には絶対間違いなくベイスターズ来そうなんですけど、阪神のこのオープン戦の実力等々を見ると、2位になる可能性も見えてきたのかなと、ね、少し期待しながら見ております。だからね、まあ、その話し始めたら長いので、まあ、順位的に言うと、まあ、1位はヤクルト、2位は阪神、まあ、3位は、って感じはあるんですけど、難しいよね。ベイスターズがもう少しオープン戦が高ければね、上の順位になってもいいのかなとは思うんですけど、なんやかんや巨人も来そうですが、3位はベイスターズなのかなとね。で4位、いや4位カープ、5位ジャイアンツ、6位中日っていうのが僕のイメージですね。結構解説者で巨人が1位になるっていう解説者がいっぱいいて、まあ、わかるんですよ。巨人って、ね、
ここ数年、まあ、優勝は去年逃しただけですし、ここ一番の強さは侮れないよね。戦力はちょっとね、しんどいのかなと。ピッチャー陣は揃ってますけど、バッター陣が辛いよね。どうしても。貧だすぎるというか、ピッチャーでなんとか粘ってるっていうイメージがあって、頑張っていただきたいんですけどね。まあ、セリーグは本当に混戦を望みつつ、阪神が抜けてくれたらなと思いますが、ヤクルトが上に来るんじゃないかなという、戦力的にね、そういう予想をしております。で、パリーグはね、まあ、意外とってものすごい失礼なんですけど、イーグルス、まあ、楽天がね、交流戦では2位ということで、交流戦じゃない、オープン戦では2位ということで、オコイ君がすごいよね、開幕1軍も勝ち取りましたし、まあ、打てないんじゃないかって、ちょっと難しいんじゃないかっていう声がよく聞いてたんですけど、違うね、もうセンスの塊というか、チャンスに強いよね。あれが、これがもう本当に、プロ野球の中で一番大事なんじゃないかな。ここぞという場面で打てるバッターこそ、ね、一流になっていくのかなって感じがするので、オコエ君は本当に、ずっと、スタメンで使っていただいたらな、と、すごく思います。で、まあ、交流戦じゃなくてオープン戦的には、パリーグだけの順位でいれば、1位が楽天、2位がロッテ、3位がライオンズ、まあ、西武。で、4位がソフトバンク、5位が、日ハムで6位がオリックスということで、オリックスがなかなか勝てないよね。去年の前評判からすれば1位って言った解説さんも多かったんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとオリックスがしんどいのかなと。今年もね、戦力は整ってますが勝ちを知れなかった。やっぱりこう勝ちでね、なんていうのかな、味を知るというかね、それがプロ野球にとって大事なのかな。まあ、自信満々にやることこそがね、結果につながるんじゃないかなと。僕はどっちかといえば、ね、僕の場合っていうか皆さんの場合もそうなのかもしれませんが、負けれることっていうのはよく言うじゃないですか、負けを知ったら強いみたいな。まあすごくわかるんですけど、僕の場合は負けを知るとまたそれになるんじゃないかっていう不安のが強くなるんですよね。負のスパイラルというか、僕はそういうタイプなんで、やっぱ勝ちを知れるとね、自信にもなりますし、こうすればああなるんじゃないかっていうね、そういう面にもなるので、やっぱりオリックスはちょっとしんどいのかなっていう気はしますが、やっぱりオープン戦を見てもパリーグはね、ほとんどが上位に来てますし、すごいなっていうのが印象です。で、まあ順位的にはまあ1位は確実にソフトバンクが来るんじゃないかなと。まあ順位的にはこんな感じですが、確実にソフトバンクがシーズン144試合戦えればね、オープン戦的には18試合、一番多い巨人でも今のところ18試合なので、18試合で測れることは少ないので、でも確実にソフトバンクは1位に来るんじゃないか。で、2位の日ハムも間違いなくここは変わらないんじゃないかなと。ここはあと3年ぐらいはこの2強は変わらないんじゃないかなって個人的には思います。で、そのうちこうソフトバンクのね、今中心選手が少しこうベテランになるにつれて、日ハムのね、今の中心選手が一番脂の乗って一番いい選手になっていくので、そこでこうガラッとこう変わるんじゃないかな。大谷くんがね、そのうちメジャーに行きそうですけど、大谷くんがいなくなったとしても、どっちにしても戦力的にはすごいものを持ってるのは今日ハムなのかなと、思いますね。なんで3位だよね、パリーグの場合3位だと思う。まあ、去年もね、本当に3位争いはなかなか熾烈でしたけども、でも個人的には多分西武が来るんじゃないかなと思います。まあ、マリーンズはね、本当に3位っていうイメージが強くて、まあ、そこから下克上っていうかね、まあ、そういうここ一番、まあ、短期決戦に強いっていうイメージですけども、今年は西武が来るんじゃないかなと思ってます。おかわり君もね、最初から調子いいですし、メヒアもそれなりに打ってましたし、秋山選手もまあ多分調子を上げてくるでしょうしね、ピッチャー陣も揃ってますし、本来の動きをすればライオンズが3位に来るんじゃないかなと。で、4位がロッテで、5位がオリックス、6位が楽天っていう感じかなと個人的には思ってます。もしね、皆さん、こういう順位になるんじゃないっていうコメントがあれば、言っていただけるとすごくね、嬉しいです。まあね、僕の予想なんて多分当たらないとは思うんですけど、まあ当たってくれたらね
嬉しいなぁなんて思ってるんですが、まあ順位予想はどうでもいいんですよね、結局。まあ楽しく今年もプロ野球を見れたらなぁと思っております。なんでね、またプロ野球始まれば皆さん楽しんでいけたらなと。本当にこう開幕したらね、開幕したような楽しい動画を上げていけたらなと。まあおそらく野球にね、やっと始まったなっていうかね、まあさらにまた野球ファンが増えていただいてね、僕の動画を少しでも見ていただけたらななんて勝手に思ってますが、まあ変わらずこんな感じでやっていきたいと思ってるので、良ければ見ていただけたらなと思います。本当、何かあればコメントしていただけると、できる限り、皆さんに合わせてというか、皆さんのリクエストに応えれるように頑張っていきたいので、ね、コメントよろしくお願いします。まあ、ラジオ感覚で結局20分ぐらい喋ってしまいましたが、このまま行けば何時間でも喋れるんじゃないかって思うんですけど、まあ、口だけは回るんでね、まあ、偉そうですけど、口だけは回るので、何かあれば、このラジオ的なやつも、これからやっていきたいなと思うので、何かあればコメントいただけたらなと思います。ということで、今回はこれぐらいにして、また次回、まあ明日動画上げていけたらなと思っております。それではね、ご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それではね、そうすけでした。さよなら。